ゆうたこさん、今日はどうしました？微動だにしない。どうしました？その DeNA があの開幕3連敗したのが、ちょっとね、あれだけ点取られると、ひ弱に感じるな、ちょっとびっくりしました。だって俺の予想は申し訳ないけど、首位と最下位のチームが当たるわけだから、どっちがどういう戦いをしてるんだっていうとやばい。ちょっとどころではなかったですね。いや俺もね、いろんな人、だからその予想がある、予想をこう出してた。で、両外国人、開幕間に合いませんよ、買いますかみたいな言われたんだけど、いやいや、今年の DeNA は違うから、オースティン外いなくても変えなくていい、変えなくて、先は長いんだ。そう、ちょっとひ弱だな。だいぶひ弱だぞ。だいぶそうですよね。これ大丈夫みたいな。ユタグさんのチャージも今年いいぞと。全然良くなかったな。開けてみたら、で、あの、まあ、カープ、もしかするとこれカープがサンタで食らうかもよなんて言っていたのが、で、予想は全然当たんないじゃないかって言われるけど、いや別に予想屋じゃないから。そうなんです、予想屋じゃないし、そう、あれ外とオースティンが、まあ、いたとかピッチャー万全だと思ってたから。いやただね、いたとしても、あの試合は勝てない。無理でした。いや、やっぱ広島のバッティングすごいもん。上行ってましたね。あの小園のあのインサイドの、フェンス直撃、あんなさばけるようになってんだと思って、びっくらこいたぜみたいな。びっくらこいた。いやいや本当に。ただやっぱ守りからリズムを崩したっていうところがあるね。いや俺もう少し守れると思ったりとか、もう少し打たれないとか、そういうふうに思ったんだけど、全くだったね。そうでしょ、守れないは打たれるわ。で一番やっぱりショックだったのは、安崎が打たれたことね。そうですね。いや今年はいいだろうと思ってたんだけど、いや打たれ方が悪いんだよ。例えばあの西川にね、センターオーバー打たれるわけだけど、まあ外野手も前進してたよ。持ち球の進化いいところに落としてて、拾われてセンターオーバー打たれてるんだよ。だから これはやっぱキレがないのかなとか考えると、ちょっと行く先がちょっと心配になるよね。ではちょっと無理なのかな。いやまあ一試合だからね、安崎が投げたのが、だからそれはそれで判断するっていうのは、まあちょっとかわいそうだし、それはしちゃいけないことだと思うけど、ただやっぱりのっけからつまずいたよ、そこの。だから山崎もずっとつまずいてきたわけだよ。で昨年の後半ぐらいから少しきっかけをつかみ、立ち直るかなと思ってたら、のっけからちょっとつまずいたんで、まあ、そこがやっぱりちょっと心配なところだよな。そうです。で今日は3月、我々3月29日夕方の5時43分、もうすぐ、まあ、ナイター、まあ、裏カードと言われる、裏カードっていうか、まあ、4000メートルの次のカード、はい、が始まるんですが、じゃあ今 DeNA の話もちょっと開幕3連戦出たので、その、まあ、ゆたこさん気になるチームで3連戦の戦い方を踏まえた上での、ここからの戦い方課題だったり、じゃあこういう風にした方がいいよとか、逆に良かったチーム、良かったけどここ注意した方がいいよっていうのを駆け足で見ていきたいなと思うんですけど、じゃあまずゆたこさん、巨人から見ていきましょうか。やっぱりね、両外国人ピッチャー中継ぎの、ビエイラ、デラロサ、この辺の2人を使うときに、やっぱ少し弱気になるとガタガタになるんだよね、この辺はやっぱ気をつけた方がいいなっていうふうには思ったね。その中継ぎ特に外国人、ボールの力見てるとさ、打たれるはずがないのになっていうような、そんなすごいボール投げてるんだけど、やっぱ気持ちがやっぱり弱いな。そうですね、ちょっとやっぱり打たれてしまったり、フォアボール出すと制球難になってしまう、ちょっとグラグラっとくるよね、精神的に、だからそこら辺がやっぱりちょっと心配だなっていうのがあるよね。そうですね、まあ、あのビエイラ選手も上がってきましたけれども、やっぱり昨シーズンも不安になる部分があったので、今シーズンもやっぱり引き続きそこは不安というか課題ですよね。あとはトラウマにならなきゃいいなっていうのは、坂本を変えた時にショートに入った広岡さん入る、ここら辺がちょっとこう、まあ、昨年もね、若林がポロッとやってから、まあ、その試合引き分けたのかな、6-6の負けたんだっけな、あれヤクルト戦、いや阪神戦、阪神戦でしたっけ、だから、まあ、そういうなんていうの、変えると流れが大きく変わってしまう、坂本とかね、この辺はやっぱこうちょっと注意をしなきゃいけないし、それをチームで乗り越えないと坂本がダメになるっていうさ、やっぱ出続けなきゃいけないというのはしんどいよ。しかもまあ怪我明けですしね。そう。だからまあそれはやっぱちょっと注意してほしいなって思います。まあ、あの他の打線的にはいいですもんね。打線はいい。ポランコも打ち出したしさ、そんなに心配はないよ。そうですね。やっぱ迫力あるよ。
ですよね。ああ、なあ、1トン打線すごいですね。すごいよ。みんなもうパカ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 打ってたので、うん、だからまあそこら辺は心配ないんだけど、やっぱその両外国人のピッチャーとやっぱ坂本を変えた時の、だからこれがねトラウマになってんじゃないかなと思う。チーム的にもう変えられなくなってきますね。そうだからそこら辺をやっぱチーム全体で乗り越えていかないといけないなって思うよね。いわゆるショートですよね、はい、さあ続いてどのチームちょっといきます。阪神はやっぱりね、岩崎ちょっと金属疲労きてるな。ちょっと疲れが抜けてないという。あとは抑え、そうですね、うん、テラー打たれました。そうだな、はい、だからあのカーブを使うのはいいんだけどさ、あれだけ2者連続カーブを、2者連続じゃないか、1人挟んで山田とサンタナに打たれたように、はい、うん、カーブを投げるとき分かんじゃないかなと。癖かなんか、癖っていうか投げ方というか、あ、見抜かれてる。打席に入るとさ、はい、あ、カーブだっていうフォームで分かるときあるんだよね。癖とかじゃなくて、だからそういうものがあるんだったらやっぱちょっと不安だしさ、はい、だからやっぱそこら辺は整備しないと。それはさ、最大7点差あったのさ、開幕戦で繰り返されたらやっぱショックだよ。いや勝ったと見てて思って、まあ、勝負事ってさ、はい、勝ったって思った時から危ないんだけどね、はい、まあそうですよね、うん、確かに。だからまあそこら辺のちょっと勝負を早く見切ったという怖さもあるよね、はい、そうですね、うん、まあ、防御率も 今の段階で 6.67、 がまあそれは打たれたらさ、まあ、そうなりますね。それはそうです。で初戦はその打線がつながってたじゃないですか、打って。でちょっと2戦目3戦目がそらね、高梨刑事と高梨がいいもの無理か。そらね、そう簡単にいいピッチャー打てないから。ああ、まあそうですよね。だから初戦勝ってたら気分的にも違ったと思うよ、はい、だからあれはやっぱショック残るよ。そうですよね。ただ阪神は今日から3連勝したカープと戦うんですよ、うん、これはどうなんでしょう。だって阪神戦に相性のいい栗とか残してるもんな、はい、今日栗で西投手です。そうでしょ、はい、だからまあ西がね、エース級の働きをしてくれないと、はい、なかなか厳しいかもか。さあ続いてチーム どこ行きます。心配だったチーム。心配だからまあヤクルトは開幕戦であれだけ、うん、おう打たれちゃったよみたいな、はい、言うけど、やっぱ波に乗れるのは奥が今日勝てるかどうかだよね。そうなんですね。まず、まあ、戸郷との投げ合いするけど、うん、だから奥側がスッと勝てれば、だからヤクルトはこうなんか滑らかにスッといけそうな感じはするよ。どうですか、戸郷投手と今日投げ合いなんですけど、打てます。巨人打線がまず奥川投手打てますかっていうよりも、うん、やっぱ相性いいからね、奥川、はい、ジャイアンツ戦に、うん、それと星稜という石川県で寒さには強いと思う、うん、そういうのってありますよ、ね、意外とあるから。そうか、温室育ちじゃないから彼はそうですね、寒風の中で投げてたピッチャーが練習とか。東郷は比較的温暖な地で育ってるんじゃない。どうしよう、すごい極寒ですね。まあでも、まあまあ、だけど、だけど、まあでも、まあそれ冗談としても、はい、奥川が勝てればヤクルトはいいよね。そうですね、波に乗っていけそう。だから、まあ今日の奥川投手のピッチング、ちょっとね、楽しみに。まだ今始まってないので、この収録の段階では。うん、まあそうだね。はい。はい、で、中日。中日か、はい、中日はやっぱり初勝利を、うん、あの3連戦の中でできたっていうのがさ、はい、まあ、やっぱ大きいよね。よかったですよね。ただね、岩崎をあの岩崎翔をセットアッパーに考えてたでしょ。しし、はい、これがポッと抜けたっていうのがさ、まあ、まあ、そこはピッチャーの層が厚いから誰か、まあ、役割は果たすんだろうけど、でもやっぱそこら辺をしっかりしないと、あの、まあ、アクシデントというかね、あのそう4球で交代だからさ、だからまあちょっと時間はかかると思う。だクローザーがいいだけにさ、そうですね、うん、だからそこら辺をしっかり締めれるかどうか、はい、まあそこら辺だね、うん、あとはあの私あの中日の新一二番コンビがすごい活躍してるらしいので、まあ そうだね、はい、そこもまあ見られるのかなっていう。まああとは、まあ、広島は打線好調だし、はい、まあノリのいいチームだからね。そうですね、うん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 、だから、まあ、そこら辺では、まあ、1日空いたらバッティングっていうのは変わるからな。ただまあ本拠地に戻ったという。広島も寒いのかな。いや多分ね、東京だけなんですよね、うん、でも阪神戦に相性のいいチャーを残してるということ、はい、ね、そうですね、栗とか、とこだ、あ、そういうのもまだ投げてないし、だからそういう意味では、広島も計算通り出るっていう感じ。おお、そうなんですね。で、どうします、パ・リーグ行きましょうか、そパ・リーグ、はい、パ・リーグ、どっかまず気になったところ、気になったところ、はい、あります、チームとして、そんなにはない、おお、まあ、
日本ハムが、はい、3連敗したけども、うん、でもこれはそんなに無理して勝とうなんてビッグボスはあんまり思ってなかった。例えば開幕3連戦で全部選手を使い切って、はい、一通り鳴らすというか、そういう形を俺は取ったと思うんだよ。そうですね。だから本ちゃんは、俺は今日噂が投げる札幌ドームからっていうふうに思ってたから、はい、でもその中でも万波とか清宮とかホームラン打ってるし、はい、いや石井も打ってるしね。だから俺は負けたけどもそんなには心配はしてない、うんうん。西武戦はその開幕3連戦で例えばこの選手良かったなとか、そういう選手を打線にまた組み込んできたりいうのをしてくる。今日からスタートっていう感じじゃない。3連戦はもうむちゃくちゃやるっていう、なんか腹くくってさやってたと思うし、だから堀なんていうのは開幕戦でも出たし、次の日先発してたし、はい、そうです。そういうことしたけども、はい、だけど俺はそれはそれでいいと思うしね、うん。でやっぱり一番大切にしなきゃいけないのっていうのはホームゲームだ。やっぱホームのチームにファンに、うん、勝ちゲームを届ける。だから今日からビッグボスのスタートだというふうに思う。ということは西武とのこの本拠地での3連戦のどこかでやっぱりもちろん勝利、それはもうねファンもチームもそうでしょうし、まあルーキー監督で勝ってないのはビッグボスだけだからね。そうですよね、うん、そう。だけど西武はいいぞ。いやそうなんですよ、対する西武は。レッドハムってこうなんか一発で勝ってこう得点を入れてきたっていうイメージが。ああでも札幌ドームではそんなに簡単ではないよね、打線のつながり、うん。ただあそこはやっぱりビッグボスは、はい、思い切って走らせるよ、うん。あ本拠地下位からでもバンバン走ってたから、下位からこんなにスタート切るのみたいな、うん。でもセーフになってた。そうですね、段階とね、はい、だから今日からを楽しみにしておいてね。で言ってたおっしゃってたその対するのが西武すごくいい状態でも来てるんです、うん。いいね、今日は先発佐藤投手ルーキーだね、はい。いや面白いよ、やっぱデータがないだけに、はい、初見でしょ、うん。まあでも日本ハムの選手見るとあんま関係ないか、初見も何も。そうですね、そうですね、相手バッターも初見みたいなもんだもんな。確かにそうなんですよ。データがいるような選手というよりも、うん、もうとにかく来たボールを強く叩くっていうことを決めて打席に向かう選手ばっかりになったからさ、はい、まあ入り球とか、うん、そういうのに注目しておくと面白いかもね。じゃあこの3連戦で逆に西武が気をつけることとか、なんか注意点っていうのはあるんですか。やっぱかき回されるっていうことが一番嫌だろうね、日本ハム。落ち着かないっていう、はい。だから特に森だよ。おー、キャッチャーも。キャッチャーの何してくるかわからないっていう恐怖のもとでやるから、はい、やっぱ何でもそうだけど何してくるかわからないっていう、うん、見えない敵っていうのは怖いでしょ、うん。だいたいハンデを押したようにね、初回ランナー一塁、うん、バントしてきた、まあ、セオリー通りっていうか、うん。まあ、それが決してセオリーだとは思わないんだけども、はい、まあまあ楽な戦法で来てくれるっていう方が、はい、一つはアウトをくれるっていう方が戦いやすいと思うんだけど、はい、だけどビッグボスはちょっと違うからね。そうですね。だからそこら辺のその不気味さっていうのは持ってるよね、うん。まあ、相手辻監督だったりとかは。そして、まあ、オリックスと今日から楽天が3連戦なんですけど、ね、これは面白いと思う、まあ、今日田中投手と田島投手の対戦から始まるんですけど、共に1勝2敗で迎えるチームどそうだ、ね。まあまあ1勝2敗というか、楽天は雨で中止あったから、はい、ね、1勝1敗で分けてるけどね、はい、楽天の打線がどうなのかなっていうのは気はするけどね。それはオリックス打線、オリックスに対してなのか、それとも全般的に、まあ、全般的にね、あまりまたマー君の時に援護してあげなさいよっていうような。そうですよね。だから去年防御率がね、あれだけマー君3点の前半、はい、で悪くはなかったんだけど、勝ち星に恵まれなかったっていうのは、うん、打線のせいもあるよね、はい。だからまあ早く点を取って、うん、マー君を楽にできる。だからパ・リーグはね、そんなにね、うん、悪いスタートを切ったっていうチームはそんなにないんで。そうですね、うん、確かに。だからビッグボス3連敗したけども、うん、はい、札幌ドームにつなげるような、はい、采配もしてたし、うん、まあ、選手の使い方もそうだしね、はい。だから今日から楽しみにしてほしい。そうですよね、うん。逆にそのセリーグの方がちょっとピッチャーが打たれたりとか、ちょっと極端な、そうなんですよね、が出たよね、はい。ちょっと不安な点も出たしね、はい、うん。だから、まあ、セリーグの方がちょっと心配なチームは多い。そうですね、うん。ロッテソフトバンク、あと最後に。あ、ロッテソフトバンク。そうですね。ロッテはやっぱ安定してるよ、うん。今年もそうなんですね。ロッテは安定してるし、うん、まあ、ソフトバンクは3連勝してるでしょ。まあ、相手嫌だったと思うんだよ、日本ハム。勝たなきゃいけないとは思ってたと思うんだけど、うん、だけどやっぱああいうもう開幕戦から
オープナーで来られるとか、うんうんうん、奇襲をかけられた中でやっぱ最初硬かったよね。そうですよね、うん、だけど一瞬に良くなったのがダルビス。いいです ねダルビスが、はい、まあ、ホームランを打ってくれてね、はい、波に乗れたと、まあ、そういう3連戦だったんだけど、あとちょっと中継ぎがフォアボールだったりとかでちょっと不安定な部分がありましたけどね、まあまあ、まあまあね、うん、ただ、まあ、まだ野球はどこのチームも落ち着かないよ。始まったばっかりだし、はい、また裏返しで、うんうん、今度地元に帰っての開幕でしょ。そうですね、だからまあこれが過ぎて、この3連戦が過ぎてやっと落ち着いてくるかなっていうような感じがするけどね。いわゆる一回りしてっていうところも、まあ、一回り、まあ、一回りもしなくてもいいんだけどさ、うん、まあ、相手チームの開幕戦本拠地、うん、で戻ってきて開幕戦、はい、だからそれが終わってからちょっと野球は落ち着くかなという。いや、まだ高揚感がすごく高いよ。そうですよね、うん、だから冷静にいられる選手と冷静じゃない選手も中にいるから、うん、だからこの6試合が終わった時に、うん、まあちょっと方向性が見えてくるかなっていうような感じはするけど。そうですね、はいはい、ちょっとそのあたりも楽しみにしたいと思います。はい。